8.13は、モーリス・ルブランのアルセーヌ・ルパンシリーズの一編で、1910年に発表された。8.13と APOON の謎をめぐり、怪盗シンシルパン、国家警察部長、ルノルマン、謎の殺人鬼 LM が首都を演じる。フランス・ドイツを股にかけて展開し、果ては、ドイツ皇帝ウィルヘルム2世までもが登場する。1917年に、 ルパンの二重生活とルパンの三つの犯罪に分殺化した。三つの犯罪とは殺人をしないをモットーとするルパンが本作のラストで計らずも犯してしまう三つの殺人を指している。ルパンはカプリ島のティベリウスの飛び込み台から海に身を投げるが、この時死にきれずにドン・ルイス・ペレンナとしてアルジェリアの街のフランス外人部隊に現れたことがラストシーンで描かれている。 これが金三角以降のルパンのドン・ルイス・ペレンナとしての活躍につながっていく。8.13の初の翻訳は大正元年のことでこれを初めて日本に紹介したのは三木春英である。以下はすべて8.13と続8.13あるいは8.13と8.13の署名で刊行されたもの。以下は 1> 8 1 3の謎の署名で刊行されたもの。以下は本案。813は、1920年製作、公開、クリスティフィルムカンパニー製作、スコット・シドニー監督による、アメリカ合衆国のサイレント映画である。日本では、国際活営委員が配給した。フィルムの現存状況は不明で、失われた可能性がある。スタッフ、作品データキャスト、813は、 1923年制作、公開、日活向島設映所制作、日活配給、溝口健二監督による日本のサイレント映画である。フィルムは現存していない。スタッフ、作品データキャスト1973年、フランスのテレビシリーズ、回答紳士、アルセーヌルパン中の一編として、制作、放映された。原作とは大幅に改編され、 コメディタッチに仕上げられている。ルパン役はジョルジュ・デクリエールで、日本放映版ではナヤゴローが吹き替えた。1980年、フランス、スイス、イタリア、西ドイツ合作のテレビミニシリーズ、ルパン役はジャンクロード・ブリアリ1979年、タツノコプロ制作、怪盗ルパン813の謎として、フジテレビ系1時間半枠スペシャル番組が制作され、 同年5月5日の子供の日企画として放映、後に劇場公開もされた。制作、吉田健治、監督、笹川博演出、深川雄治、脚本、宮崎明、キャラクターデザイン、くのり一平、天野義高。声の出演は、アルセーヌルパンを、中村勝夫、ケセルバフハプジンを、島田洋子、セルニン公爵を、ナヤゴロウ、パリ警視庁、 ルノルマン刑事課長を富山隆が務めた。子供向けにアレンジされているものの比較的原作に忠実な作りとなっている。主題歌は田山正光。ありがとうございます。